赤いと小袋の何の映画だったか忘れたんですけど、あの新垣結衣が出てるやつですよね。二人ここで初めて会ったのが二月前の今日だね。キスの仕方さえまだ知らなかった。僕の最初の sweet girlfriend、たわいもないささやかな記念日、暦にそっと記してた。今日何の日だ明けて尋ねると、少し戸惑って答えた。前の彼氏の誕生日だと笑って答える。笑顔歯がゆい、そんな話は耳を塞ぎたくなるんだよ。確かに君が彼といた3年の心に赤い糸をしっかり結んで。偽りのない言葉たちが
所へ迎えに行くから、泣かないでおくれ。今日は二人の一年目の記念日だから、お祝いしようよ。強く結んだ糸がほどけずにいたこと、されることを望むばかりで、信じることを忘れないで、ゴールの見えない旅でもいい、心に赤い糸しうちをさあゆっくりと歩こう。ありがとうございました。赤い糸でした。